ちは。こんにちは。さあ豊さん、はい、今度は、まあ月間の気になる選手、うん、パリーグ編です。まあ、月間というか開幕してね、はい、1ヶ月経ったしね、はい、まあ、各チームのピックアップ選手、はい、まあ、これはもうあくまで豊さんが気になるっていう選手です。気になるね、はい、うん、まあ、楽天から。楽天からいきましょう、はい、鈴木大地やっぱそうだよな、やっぱ FA 席でさ、はい、どういう仕事をしてくれるんだっていう、まあ、期待もあり、はい、まあ、プレッシャーも彼にはあったと思うけど、それを本当に跳ねのけたよね。見事にですね。見事だね。やっぱ2番に入っていい仕事してるね。そうですね。勝負強いしね。打つし。だから自分の実力を示してるよね。だってあの打線の中に自分が入るって相当なプレッシャーにもなるし、なりますよね。まあ実力を示さないとすぐ取って代わる選手はいるということだからさ。はい。でも鈴木大地がいるからで活躍したからウイラーを出せるわけだから。そうですよね、すごいメンバーが揃ってるというか、もう鈴木大地選手大活躍ですね、はい、まあ、これからもな頑張ってほしいけどな、はい、はい、でソフトバンク、ソフトバンクはこれはね中村、お中村選手、はい、彼が1枚加わることによって、はい、打線が流れるようになった。これはやっぱこう彼のバッティングっていうのはやっぱ天才的なんだよね。で狙い撃ちをするしていくタイプ、この打席は絶対流すとか、はい、この打席は絶対引っ張るとか、うん、その技術がしっかりしてる選手なんだよ、はい、でフォアボールも取れる。ソフトバンクとの一戦で石川と石橋が投げたんだよね、はい、で石橋はコントロール良くてさ、うん、まあ、石川も絶好調だったんだけど、はい、で両チームともフォアボールがずっとなくてさ、で中村が初めてのフォアボール取ったんだよね、はい、石橋から。そっからやっぱ点になっていくわけ、うん、だからその中村のそのなんていうのか選球眼とか、はい、彼の存在っていうのはやっぱ打線に入ってすごい大きいなと思った。すごい、すごくクレバーな選手だっていうことですよね。そうだね、うん、でオリックス戦では4番打ったりとかもしたし、はい、やっぱ彼は4番タイプではないけどもどこにいても仕事ができるという選手ね、はい、それと少し気になってるのが上林、彼がやっぱまた1枚戻ってくることによって迫力が出てくるというかさ、うんうん、だからやっぱり実力者は多いなと思ってさ破壊力半端ないなと思ってそうですね、ちょっと一時は調子がね上がってこなかったですけど、そうそうそう、けれどもやっぱりすごい選手たちがたくさん控えてる、うん、まあいるね、うん、まあ栗原とかもいいけど、はい、やっぱ中村が1枚加わったっていうのはソフトバンクは大きいなと思うね、はい、はい、で西武、はい、西武、西武はねやっぱ一番心配なのは何、ピッチャーです。ピッチャーだよね、はい、まあその中でやっぱ平が頑張ってるね、はい、平が投げて抑えることによってこの勝ちゲームを取れてくるというね、うん、だからこう西武の投手陣って良かったり悪かったりするんだけど、はい、その日は抑えたけど次は打たれるとかさ、うん、でも平良っていうのは非常に安定してるという、だからこの1枚がいるっていうことは非常にチームにとっては勇気を与えるかなっていうふうに思うよね、うん、だけど、まあ、打線はね、はい、栗山頑張ってんな。いやめちゃめちゃ頑張ってますよなんかね体なんか絞ってるみたいな感じもするし、それとなんか打席で焦りがないね、なんかドンと構えてますよね、ドンと構えてやっぱり、うん、で打ってねすぐガンって打って走り出そうとするんだけど、はい、打った余韻を残して走り出すね、はい、だからそのぐらいやっぱこう余裕があるというかさ、だから彼のバッティングがさらに年齢を重ねて良くなったという、おで勝負強いしね、はい、うん、だから2000本いけるんじゃない、楽しみですね。楽しみだね、うん、このまま頑張ってほしいと思うんですね、はい、はい、でロッテ、はい、あのロッテはね、はい、岩下さん、はい、西野が肘の手術をするっていうんで、はい、1枚ローテーションが空いたんだよ、はい、そこに6番手として岩下が入ってきた、うん、その岩下がさ3勝してるんだよね、お、はい、いやこのピッチャーは力はあると思うんだけど、はい、今年見てると特に運がある、あ運って大事って言ってましたもんね。大事でね、やっぱチームの調子がいい時って、
やっぱそういうラッキーボーイ的、まあ、実力ももちろんあるよ、ラッキーボーイ的な存在もいるんだよね、うん、で岩下をよく見るケースがあって、はい、ここで一本出たらっていうところを抑えるんだよ、うんうん、必ずと言っていいほど、はい、だからロッテにとってはすごくあの6番手としてよくやってるっていうふうに評価が高くなってる選手だと思う。そうですね、うん、逆にその印象の投手がいないのは痛いですけど、うん、その代わり入ってきた投手がこうやって活躍してくれるっていうのは、うん、もうチームとしても本人もね、いや本人も嬉しいし、うん、やっぱチームにとってはものすごくね、ひょうたんから駒じゃないけど、はい、なんかそんなイメージで捉えてるんだよ、はい、だ最初なんかあの開幕して岩下の初戦、はい、井口監督が言ったもんね、初めてあんなピッチング見たって、いやそのぐらい、はい、そのぐらい良かったんだ。なんかそういう大きいマウンドになんか強いんですかね。まあ強いと思う、まあ気の強いピッチャーだしね、 なんかあるんでしょうね、精神的には強いよね、はい、はい、でバッターは菅野、はい、良くなってきたね、うん、藤岡もいいんだよ、ショートの、はい、藤岡もやっぱバッティングも良くなってきてる、うん、急成長はしてないけど、やっぱ藤岡も菅野もそうだけど、うん、徐々にやっぱちゃんと成長してるよね、うん、だからそこら辺がすごく頼もしく感じるし、はい、まあ、安田もそうだよね、うん、急成長はしないものも、ものの一歩一歩来てるという、そう確実にってことなんですね。そうだね、うん、まあ、その中でやっぱ角中が頑張らなきゃいけない、チームを支えなきゃいけない人間が、今年はちょっとどうしちゃったんでしょうね、今シーズン、ま、良くないな、うん、体が切れてないというかさ、うん、で彼に話聞いたことはあるんだけど、はい、やっぱ試合始まる前も、うん、1時間ぐらい自分でマシンを打つんだってね、はい、でそうやって体を動かして動かして動かして初めてゲームに入るんだって、ね、だからこのコロナの影響でそういうものが不足してるのかなっていうふうに思ったりもするけどね、ちょっと体の中が鈍ってるというか、うん、なんかそんな感じがするよね、うん、でも彼の復活なくして多分上位っていうのは狙えないかもわからないよね、はい、チームは状態はいいけど、うん、ね、この1ヶ月間はね、だけど彼が復活しないとダメだなというふうに感じる。角中選手待ちですね。そうだ、はい、はい、で、最後まだだよ、オリックス、まだ2球だ、お前無視すんなどっち無視したんだ、オリックス、オリックスなのか、どっち無視したの、どっちも無視してないです、本当か、頼むぞお前、はい、まずオリックス、はい、まあ数多いよ、 AJ がいたりだとかさ、はい、吉田とかいたりとかさ、はい、でもさ太田っていう21世紀生まれの、うん、19歳の子がホームラン打った、はい、これ21世紀生まれのホームラン第1号の選手になったんだよ、21世紀生まれ、うん、はい、このお父さんっていうの知ってる、え、このお父さんがオリックスのバッティングピッチャー、あ、そうなんですか、親子高なんだよ、だから入団会見でもお父さんと一緒にお父さんが帽子かぶしてみたいな、あ、そうなんですね、あ、もうこれは感動するね、打ってすぐ2号持ってるしさ、はい、まあ、相当バッティングはいい選手なんだ、でもさ息子のコメントがね、はい、いやオフの間も投げてもらってって、あ、投げてくれてるんだやっぱり、もうそうでしょうね、あ、お父さんあのホームラン打った時は裏で泣いてったと思うよ、もう自分のことよりも打席立った時に心臓がもうドキドキだったでしょ、だから俺話しながら今でも泣きそうな感じがするんだけどさちょっと言わなくてさまあここはこらえるよ、うん、ここはこらえるけど、やっぱ自分とそう被せちゃう、まああるね、だから あのホームランはやっぱ感動だったな、で1ヶ月でオリックスっていうのはあんまり調子が、まあ、最近はちょっとね良くなってきてるけど、はい、なんとなくこう低迷期があって、はい、でもこの太田のホームランというのは俺印象的だったな、いやだからこれからもどんどんね、お父さんがもう当たり前だと思うぐらいに活躍していってほしいですよ ね、うん、そうだね、ホームラン打っても、まあそうだよなぐらいに、うん、はい、最後最後日本ハム、はい、日本ハムも低迷してんだよね、ちょっと今そうですよね、うん、でね、まあみんなちょこちょこは頑張ってきてんのよ、はい、で有原がやっぱ開幕してずっと勝てない、まあ、昨日勝ったかな、昨日勝ったんだよね、久しぶりに、だからまあこっから流れができるかなと思うんだけど、はい、やっぱ打者の太田だね、太田大志、あ、オリックスも太田ですけど、ハムの太田選手がちょっと今年良くないな、今の時点でまだ1割台なんですよね、だから
太田がやっぱり頑張らないと、はい、まあ、近藤、中田っていうのがさ、はい、まあ、中田翔も今年頑張ってるからね、はい、あの成績も打点も上げてるしホームランも、ね、定期的に出てるしさ、だから2番に入らなきゃいけない太田がさ、やっぱここで打ってくれないと、はい、やっぱ打線が止まるからね、うん、打線につながりがなくなってくるから、はい、まあ、太田の頑張り次第ではやっぱ順位が上がっていくということだから、はい、まあ、あの野村とかさ、はい、若手で、ね、いい活躍してたんだけど骨折だったっけな、で登録抹消なりさ、はい、まあ、不運は続いてるけど、うん、ただやっぱりこう頑張らなきゃいけないのは太田大志だなっていう、なかなか戻ってきてほしいですね、まあ、ね、太田選手が、はい、もういいです、私あのもう時間もあれなんで3チーム、お、はい、はい、もう西武は栗山選手です、あ、私はイケメンだしな、え、イケメンだしな、まあ、イケメンですけど、私はあの2番を打ってた時の栗山選手を知ってるので、はい、1番片岡、2番栗山、3番中島って、その栗山選手がもう10年ぐらい経てベテランになって DH とかになって、あの打順で粘って粘ってフォアボールでそれが得点につながったりとか、やっぱりベテランの黙々とする姿いいなって思うのと、あとオリックスさんもミスターマッチョの吉田選手です、あ、もう筋肉隆々の吉田も一時期調子悪かったけど打ち出したら半端ないな、やっぱな、いや、すごいですよ、やっぱ マッチョですよ、マッチョマッチョ好きやん、いや、いや、あの部類にもよるんですけどね、うん、マッチョの、はい、あとはソフトバンクは柳田選手、最初ちょっとあれでしたけど、やっぱりネギータは打ってくれるっていうのがあるので、はい、お前タイプで選んでない、いや、高身長で顔がよくマッチョがいいっていう、じゃあでも、まあ、でもオリックスの吉田選手って実は173センチなんで、それほど大きいわけじゃないじゃないですか、いや、だから3人足して1つにしたいっていうぐらい3足して3で割って、いや、柳田の身長、顔は栗山、マッチョは吉田って、バカ野郎、最高じゃないですか、